お疲れ様です。一応9時になりましたんでね、ちょっと材料の影響をみんなで確認しようかなと思います。本日8時30分有効求人倍率と失業率の発表があるんですよ。これ毎月発表があるんですけどね、4月の発表を5月のこの時期にやるという形で1ヶ月遅れになるんですけども、その発表があった後のニュースです。こんな感じになってますね。さっきと同じ数字でしょ。有効求人倍率 1.32、 4月横ばい、完全失業率は 2.6% ということで、 2.6% というね、失業率も、まあ実はね、深刻かというと実は深刻ではないんですよね。大体ね、5% とか 6% を超えると、なんか大変なことになってるというふうな状況にはなるんですけども、ただ、日本の場合の失業率って、いやいやでも何かの仕事をしてれば、それは失業してないよねって見なされるんで、そこにちょっとね、温度差ができるのかなっていうところでございます。まあ、有効求人倍率は今ね横ばいになって落ち着いた状態にはなっているということなんですけども、まあまあ仕事を何でもいいよっていう人は何でも仕事がねあるっていう感じですよね。これはね、実はね40代とか50代でも何でもやりますっていうんだったら今日からお願いしますって仕事結構あるんですよね。まあ今インターネットでこう探したりとかもあるんですけども、大体は知り合いのところにお願いして、なんか工場とか入るとかね、なんか今後継ぎがいなくって、それこそ倒産するような優良企業もあるぐらいですから。さあ、それでチャートを見てみますと、チャートはどうでしょうか。1時間、やっぱ横ばいは横ばいでしょ。やっぱねどの辺を横ばいっていうかっていうと、まずはね下のラインをここで引いて、上のところはそうですね、ここで引きますかね。でこの50ピップスぐらいの上下の中で行き来するっていうふうに申し上げましたけども、今のところ横ばいですよね。だからこれをあとね2時間なり3時間なり様子を見て、正午までに、その動向が知れるかなっていうところです。でブレイクアウトを狙うなら、この上下の赤い線を越えたところで入るって感じですかね。まあでもブレイクアウトするにしてもそんなに大きくブレイクしないと思うんですが、まあ、横ばい傾向は今日は、そして今週は続くと予想します。それでは一応報告しときましたね。お疲れ様です。